3号艇は小野優作選手です。さてここまでの船足の仕上がり具合はいかがでしょうか。そうですね、もう全部もう伸びも出足も回り足 もう全部いいと思います。なるほど。特に気に入っている部分とかっていうのはあるんですか。まあ、全部気に入ってるんですけど、回った後の二の足が特に他の選手と比べるといいのかなと思いますけど。はい、注目の68号機です、はい、乗り心地とかはいかがでしょう。まあ、やっぱりいいですね、はい、さあスタートですが勘通り今節はいけていますか。そうですね、意外と伸びるんでちょっと控えめにと思ったら今度はタイミングが遅くなってるんで、もう一度勘の修正をして今日は臨みたいと思います、はい、さあその優勝戦スタート理想はどれくらいで。まあ1丸から1号ぐらいですね、はい、さあ進入ですが深いことも予想されます。コースの想定はどのあたりから。まあ一応臨機応変に行こうと思ってるんですけど、まあ基本的に枠主張で、枠主張3コースから、はい、外でも想定は一応されている。まあそうですね、まあ出てから考えます。はい、それではファンの皆様に最後一言メッセージをお願いします。せっかくエースキー引いたんで、最後は優勝して帰りたいと思います。応援してください。